皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方をやっていきたいと思います。今回も10分の切れ負けですね。で、読み上げ音声を加藤一二三九段に今回はね設定してあります。あなたが後手です。はい、私後手番ですね。はい、対局開始。相手側の方はね、振り飛車と書いてあるので、振り飛車党の方かもしれないですね、特に先方ね。はい、ちょっとじゃあ私は居飛車でやってみましょう。あ、7七角はちょっとね変わったスタートですね。あ、向かい飛車ですね。これね、7一角成同桂、6五角という手をねやりたいんですけれども、それね4五桂とね飛ぶ手がね、すいません6五桂とね、すいません4五角ですねっていう手があるんですね。ちょっとこれ端ついてますけど、これねちょっと難しい手なんですけど、解説編の方でやりたいと思います。これね、端を受けると7一角成同桂に4五角という手がね成立する可能性があるんですね。はい、ちょっとねこれなん全然関係なそうな始めなんですけど、実はね結構大きな意味がありまして、まあねちょっと相手の方考えてるんで、口頭でねご説明させていただくと、これは7一角成と角をね交換して同桂に4五角と打つと、こう6七の地点と2七の地点にね、こう角が慣れそうなんですよね、両方にね。だから慣れそうというか慣れるんですよね、どっちかのこれ両方受けることはできないんで。ただ角を打った瞬間に ここにね6五桂と、まあ、桂もピョンとねこう両方角成りを受けないで飛んでくる手があるんですね。こうね桂馬でここ成りを狙ってきますね、成り必ずかね。でまあここ成られちゃいけないんで何か受けたいんですけど、この受け方がね結構難しいんですね、ここの時点ね。まあ普通例えば6二銀とか上がれば、まあ5三桂成らずをね防げるんですけど、銀が上がってしまうと、このねちょっとすいません頭の中でちょっとやるの大変かもしれないですけど、これ角をね、まあ、5五角とか打たれた時に、こう今度香取りをね、ここに桂馬が来てここに角が来るイメージなんですけど、桂と角ですね、角でこれ香取りが浮かんなくなるんですね。で香取りが浮かんなくなるっていうね手順があって、まあこれちょっとね解説での方でやりますと難しいですよね。はい、でということで結局相手の方はまあ自重して銀を上がったんですね。で一応の突いた意味っていうのは、こう突いたことで香車を逃げる手があったってことです。はい、で今私はあのタイミングで端を突いてね、七近く成からの馬作りはこう自重したんですけど、その代わりこう端の位を取ったっていうのがね、まあ私の主張なわけですね。まあそういうなんていうんですかね、やり取りが今行われたと。長い。まあ馬作りはまあできなくなっちゃったけど、その代わりにまあ美濃囲いのね、まあ端を詰めた格好でね、私は戦いますよっていうことです。はい。まあただ形勢がね、これで例えば端の位取ったから居飛車側がまあ作戦勝ちとかね、単純にそういうものでもないので、まあこれはこれでね。まあなんていうんですか、難しい勝負ですね、一局の将棋というか。ただやっぱりまあ美濃囲いね、振り飛車指される方でね、やはり美濃囲いの時にこう端の位をまあ詰まれね、こう詰めて指されるのがね、まあちょっと嫌だよという方はもちろんいらっしゃると思うんですよね。そういう方はちょっとこういう形になるとね、まあ圧迫された感じで、まあ嫌なね、あんまり指したくないなっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、で相手の方はこう駒組みを進めてきました。どうしますかね。私の方はねこれ難しいんですよね。これ7近くないつでもいけるんですけど、同桂でね、まあすぐに角交換しても特にねいい手があるわけでもないので、これ2四歩はね2三玉と上がってこう何ですか、天守閣美濃ですねっていう形を目指していきます。まあ、ただこれ相手の方から交換していくとね1手損するんですけれども、まあ自分から交換するとね1手損する、これ難しいですね。角交換ってこう自分の方から交換すると、まあ、手を損するので、まあ、相手から返させたいというね手順なんですよ、お互いにね。まあ、そうですね、こうやると玉の動きでこっちも行って損するので、まあ、お互いになっていうんですかね、まあ、折り合ったというかね、まあ、お互いに損得なしに一応、まあ、なりましたという感じですね。で左美濃に組んで、まあ、相手の方はこれ2七銀から3八金とね、まあ、銀冠の形になれば、まあこの端の位の部分をねかなり緩和できるというのがね主張の一つでしょうか。あ、こうついてくる、これちょっとね欲張ったというかね突っ張った手ですね。なるほど、4六銀型を作ったりとかこうってことで、いや非常に筋のいい手ですね。どうしますかね、難しいですね。私どもね銀冠にしてさせて戦いますか。うん、これ4四歩同歩同銀でいければいいんですけど、7一角という手がねあって飛車銀両取りがかかっちゃうんで、相手の方としてはこう端の位を取られちゃったけど四隅の位を取ってね、まあその分まあなんていうんですかね、バランスを取ろうということでしょうかね。でまあこう銀冠がねこうお互い上がったタイミングはね結構こうなんていうんですか、上がりやすいというかね、
結局自分がね離れ駒ができた瞬間に動かれるの嫌なので、相手が離れ駒ができた瞬間ならば相手も動けないんでね、そういう今駆け引きでしたね、微妙なね。はい、さあこの辺りからね非常に難しいんですよね。私の方もね駒組みが完成してるんですけれども、まあ、どのようにね動いていくかっていうのは課題なんですよね。さあどうするのがいいかな。陣に囲うっつってもねなくはないんですけどね、ちょっともったいないかもしれないのでその辺ですよね。まあ、金を寄ったやつ4六銀でしょうかね、出てきてね、まあ、桂馬取りますか。まあねこれ桂馬をね飛んどくことによってこう角のね小瓶のラインは安定するんですけれども、まあその分ね例えば穴熊への組み替えとかねそういう部分がなくなりますね。そうせ銀上がってこれやはり相変わらず4四歩同銀にはね7一角という手があるので、さあ難しいですね、どうやって組むか。まあ金寄りますか。これで私の方の陣形は一つ完成ですね。で相手の方の銀冠にもほぼほぼ完成なので、お互いにこう陣形はねまあ整ったかなと。端歩ですか、まあこれ受けときますか。まあね受けないともありそうでしたけど、まあ端歩はね、はい、心の余裕っていうので受けときましたかね。さあ難しいですね、何とも言えない将棋です。相手の方もね3七桂今飛びましたね。これ飛ぶとね、まあ、端の薄みがねクローズアップされるとこもあるので飛ばない手もあるとこなんですけどね、飛んで刺す順を相手の方も選んできました。さあここら辺からもういよいよね手がね飽和状態なんでね、何か、動く手がないかなって感じなんですけどね、難しいな。こう伸ばす、まあ、相手の方もねこう飛車を5八飛車が5五歩で狙いなんですけど、すぐやるとね8六歩があるので、さて、まあ、6四銀とか出たいんですけど、それ4四歩から7一角とね、ここにやっぱ角打ってくる手が私の方としては嫌なので、どうするのがいいか。桂馬飛んでますか。まあ、難しいですね、一手一手がねとっても難しい将棋です。まあ桂飛んでもねすぐにどうと受けないんですけど、私の方で狙い手したらねこう一応4九角という手があるんですね。ここに角打つ手が狙いであって、で4九角でねこの6七角成の、まあ、一点狙いというかね、まあ、切る手と6七角成であるんですけど、この6七角成の受け方がまあ意外と難しくて、まあ6八飛車って回ると8六歩同歩同飛車とね8筋攻めれますよね。でまあ5七金っていう夜はね、まあ飛車を動かさずに受けれるんですけど、まあその時にね今桂馬飛んだんで、まあ桂馬をね飛んで刺す手がねありそうということですね。あらゆる角打ってきましたね。これはいよいよでも動く角打ちますかね、私もね。これは動きたくなりますね。この角打ち決断の一手で、まあこう、二段目を利かしてね、二五歩同同桂とか狙ってるんですが、まあ王様引いたりすれば穏やかですけどね。角打ちたくなりますね。これ金寄るとね、桂飛びがぴったりなので、飛車もあれば8六歩。ちょっとやってみますかね。まあこれ微妙ですけどね。この角はもうほぼね、金駒との交換になる。まあこれになれれば一番いいんですけど、さすがに相手方もこれ角は鳴らしてくれないので、まあこの角はほとんどね、まあ銀冠のこの金か銀とね、まあ交換になるんですよね。交換になる。まあ切っていく感じになるんですけど、まあそのね、まあそこだけだとね、角と金駒の交換なんで損なので、まあその交換のね、以外のとこで得を出したりと、今ね、これが桂取り、これが狙ってたんですよ。桂馬が下だとね、この手がないと、ただ角がね、噴死しちゃうんで。で、これで桂馬で金がね、まあ寄ればもちろん6七角成大成功で、金が引くと、こう8六歩ついて、これがね、一応狙いの筋ですね。まあこれで、まあもちろん歩成りそうですね、同歩で。で、こちらの金を受け取りまして、ここで飛車が走る。これがね、一応一連の狙い筋ですね。さあ、これでどうかです。要するに、まあ、さっき言いましたね、角はこう取られちゃうんですね。金と交換になったんですけど、その分、こう飛車がね、まあ、活躍してるので、それが私の方としては狙いですね。で、ちょっと飛車寄れるんですね。この飛車寄りがね、結構気持ちのいい手で、歩があるとこれ7七歩で受かるんですけど、相手の方これ歩切れなんでね、飛車なりことね、ここに飛車がなるとね、とってもいいことあるんですね。これね、8が詰まってるんで、2九金からね、いきなり、積む筋があるんですね。まあまあこれはね仕掛けがうまくいったような気がしますね。これね7九飛車なりが普通の手ねでなんか一点狙いなんですけど、受けがね難しいですね。7七歩出ればねまあどうってことない局面なんですけど、歩がね打つ歩がないんでね、まあ7八角と打つんじゃねちょっと辛すぎるので、まあもしかしたら打たれるかもしれないですけど、これ角打つんじゃねちょっと辛いので、他の受け方をがないかなっていうことをね、今相手の方考えてる。まあ、7尺打って頑張る手もがいいかもしれないですけどね、飛車がられちゃうとね、痛すぎるんでね、詰めろでなれるんでね、何せ。これ、端の位がね、生きてますよね、これね。端の位ついてればね、2九金に1七玉ですぐ詰む形がないんですけど、まあ、具体的に言いますとね、そうですね、この2五歩とかに飛車がなる手がね、これ、いきなり詰めろなんですよ。
あ、これは詰んじゃいましたね、なんとまさか詰んでしまいました。これで17玉逃げれれば心手があるんでね、はい、終わってしまいました。ありがとうございました。完璧な指し回しです。はい、いかがだったでしょうか。まあ、戦型はね、私の後手番で、また先手向かい飛車という戦型だったんですけれども、まあ、序盤早々ですね、もう始まって後手の部分でね、ちょっと実はまあポイントがあったんですが、対局編では口頭でのちょっと説明になってしまったのでね、解説編の方でゆっくり大盤で分かりやすくお伝えしたいと思いますので、見ていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。